はようございます。おはようございます。冒頭発言よろしくお願いいたします。はい、冒頭一件ございます。現在、ジャムステック海洋研究開発機構ですが、建造中の北極域研究船についてこの度船名が決定いたしましたのでご報告いたします。昨年ジャムステックにおいて船名の募集を行いました。多数の応募がありまして、ご協力大変ありがたいと感じております。これらの応募があった候補の中から有識者による検討も踏まえ、次に申し上げる2つの理由によりまして、未来2、この2というのはローマ数字の2です、と命名することといたしました。1つ目は、日本初の砕氷機能を有する北極域研究船として、北極ひいては地球環境全体の未来への貢献を目指すものであること。2つ目は、令和7年度に老朽化のため運用停止をする海洋地球研究船未来から北極域を含む調査観測活動を引き継ぐ予定であること、この2つの理由です。文部科学省といたしましては、重要度を増す北極域の科学的知見の充実のために、令和8年度の就航に向けて未来2の着実な建造をしっかり支援してまいります。以上です。ありがとうございます。関西朝日新聞です。統一教会に関連して2問お尋ねをいたします。はい、1点目は、本日大臣が解散命令請求をされた後、関連して東京地裁で初めての審問が行われますけれども、はい、解散命令請求に関してどのような姿勢で立証されていくのか、考え改めてお願いします。で、2点目が、関連して2つの手続きが並行しておりますけれども、そのうちの1つ、昨年12月に成立をした特例法に基づく、指定ですけれども、はい、教団側に送付した弁明書には、指定法人という方が、指定宗教法人というふうに書いてあって、特別指定というふうに書いてないそうなんですが、特別指定の場合は財産の隠匿、再生の恐れがある場合を要件としていますが、文科省としてその財産の隠匿、散逸の恐れがないと判断された理由は何なんでしょうか。またその献金被害者にとっては、教団の財産の、財務書類の閲覧の請求ができなくなる可能性がありますけれども、被害者対応について支障がないのかどうかお尋ねいたします。はい、まず1点目でございます。本日おっしゃった通り、あ、そうですか。審問の手続きについて、ということで失礼しました。非証事件手続法に基づくということで、非公開で行われることとされておりますので、お答えを差し控えるということでございます。今ご注意があったとおりであります。いずれにせよ、文部科学省としては裁判所における今後の審理等への対応に万全を期していきたいということです。それからもう一つのですね、指定についてということでございますが、そういう報道があったことは承知しておりますが、指定にかかる手続きにつきましては法令にのっとり一定の手続きを要しますということで、現段階で公表することは適切ではない、決定に至るまでの事実関係について予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいということです。そして指定にかかる処分については、今後15日に策定した運用基準に従って判断を行う、そして今後指定を行った場合には工事を行うこととなっているということです。なお、その指定特別指定というお話ありましたが、2つをまとめて我々は指定というふうにしておりますので、そこのところは誤解ないようにしていただければと思います。以上です。ありがとうございます。各社さんに質問をお願いします。質問の際は社名と氏名をよろしくお願いします。はい、テレビ朝日の名前と申します。冒頭発言についてお伺いいたします。南極を踏まえ、特異的人類のフロンティアであるという見方もあるかなと思います。ただ、その一方で日本の位置から北極圏に移するとは言えないかなと思うのですが、改めて日本が、我が国が北極域の研究船を所有することへの意義について教えてください。
また研究を進めるにあたって関係省庁であったり国際機関は外国との連携をどのように進めていくかお考えがありましたらお願いいたします。はい、北極域というか北極だけではなくて極域といった方がいいかもしれませんが、そういうところが地球温暖化の影響が最も顕著に現れるということですね。つまり赤道のような暖かいところでは温暖化の影響がほとんど見えない。それに比べて寒いところ、まあ、極域、北極、南極、あるいはエベレストのてっぺんでもいいんですけど、そういうようなところの方がまあ最も現れるということで、ありまして、それで北極域はまあその一つなんですけれど、残念ながらまあ観測がこれまで十分に行われてこなかった。南極と違って大陸ではない基地なんかがまあ設けられなかったってこともあると思います。そして我が国への影響が大きい台風などの異常気象や、海洋生態系の変化を明らかにするためには北極域の観測研究が不可欠であると私たちは考えております。まあ、だからこそ令和8年度の就航に向けての北極域研究船、まあ、未来2と命名をするというふうに先ほど申しましたが、これを建造することにしたものであります。そしてその他の機関との協力ということでございますが、国際研究プラットフォームとしての活用が想定されておりますので、ジャムステックや国立極地研究所などの国内の機関だけではなく、海外の研究機関との共同研究、観測データの共有、人材育成などの協力を推進してまいります。また多様なニーズに対応するため、内閣府をはじめとする関係府省とも連携し、北極域の研究開発を推進していくつもりです。よろしいでしょうか。はい、はい、NHK の野村です。先日森山大臣に対する信任案については否決されましたけれども、各社の世論調査では内閣支持率は低迷していますし、大臣は辞任すべきだという回答も多くなっています。ここからどうやって信頼回復を図っていくのか、先日も同じようなことを伺ったんですけれども、改めてお聞きしたいと思います。はい、おととい不信任案、まあ、否決されたということで、まあ、ございます。そして、大変私に対して厳しい見方をされている方が多いという世論調査の結果を重く受け止めておりますが、私としましては現在旧統一教会との関係は、これは2020年の9月にも明らかになったとおり一切経っております。そして文部科学大臣になりましてからは、これまで法令に基づいて解散命令請求等の対応等に取り組んでまいりました。引き続き旧統一教会やその関係団体との関係で疑念が生じないような行動を取ることはもちろんのことですが、解散命令請求への対応や旧統一教会の被害者救済などにしっかり取り組んでまいります。また政治は結果責任であるということは前にも申し上げたかと思いますが、私は大臣といたしまして、被災地復興にかかる予算も含めた令和6年度予算案の成立に向け、国会審議等に丁寧に対応しているつもりであります。今国会に提出予定の学校教育法の一部改正法案、質の高い教師の確保のための環境整備やギガスクール構想の推進、現在進めておりますタスクフォースの議論を踏まえた博士人材の社会における活躍の推進、宇宙戦略基金の着実な執行や研究力強化のための取り組み推進、国民の生活の質を高めるための文化芸術やスポーツの振興など、多くの課題を抱えます文部科学行政を一つ一つ着実に前に進めていくことができるよう、国民の皆様が日常の生活の中でその前進していることを少しでも感じていただくことができるように、全力でしっかり取り組んでまいりたいと考えています。はい、共同通信の小島です。
旧統一教会の関係でお伺いします。あの秘書事件だということで、あの日程も言えないということですけれども、我々の取材だと今日あの審問が開かれるということが分かってます。統一教会と大臣の関係をめぐって、いろいろ批判が大臣にある中での開催になると思いますけれども、でそういう関係がこの取り出されている大臣がちゃんと対応してくれるのかみたいな、そういう、まあ、懸念というかの声っていうのも、あると思いますけれども、どのようなその姿勢でこの望まれたいかっていうのを教えてもらいたいんですけれども、これまでに関係は立っているということは何度も申し上げておりますし、それから昨年の10月以降、まあ、この解散命令請求をしております。そしてまたその昨年の暮れに成立した被害者救済の法改正、これにのっとっての次の手続きも取っているところでございますので、私としてはその全力で本件に取り組んでいるということは、こういう過程結果を見ていただければ明らかになるんじゃないかと思います。まあ、報道は報道として、あるいは世論調査は世論調査として、私としてはしっかり取り組んでおりますし、そしてまた、まあ、裁判所の手続きその他、そういったものが、まあ、私に対する報道というか評価というか、それによって何ら左右されるものではないと私は考えております。いずれにせよ、まあ、ちゃんと、まあ、担当の職員とともにしっかり対応していくということに尽きると思います。他ありませんでしょうか。よろしいですか。じゃあ以上で終わります。はい、ありがとうございました。